はい、水村教育委員会の渡部と申します。えっ、ー、と今日の私の方報告はですね、まあ三者協定による教員の研修とそれから ICT の活用の促進ということでお話をしたいというふうに考えております。えー、一昨年度からですけれども、平成二十七年の十一月に。 パナソニック教育財団とそれから横浜国立大学それから墨田区との三者協定というのが結ばれました財、えー、団の方ではですね今まで各学校への支援あるいは教育センターや教育研究所への支援というのをずっと長い間やってこられたと思いますけども今え私が所属しているのはセンターではありませんいわゆる事務方なんですね庶務課の教育情報担当というところにいますで私たちの仕事は何かというと ICT の整備をすることプラス 生成型の IC T の ICT 研修をすすることですね研修そのものは最初はですねあの指導室というところに ICT の研修もあったんですけども現在は今庶務課の方に全部 ICT に関わる研修については私のどもの方に今来ておりますというのはですねこの研究のプロジェクトそのものはいわゆる事務方に支援をしたときにその 大学それから財団そと区とその3社でどういうことができるかということをまずやってみようというようなご提案があったのでこの1年半ぐらいですね協定の内容ですけれどもえと財団の方でまあ資金の提供していただくとそれから全体的なコーディネーターは横浜国立大学のまあえ 野中先生にお願いししましたで墨田区全体としてはですね、えー、校内研修への先生と、えー、研究者の派遣それから、えー、全校での学校情報化診断をやろうとで最終的には、えー、と実践とそれから研修についてのビデオを作成をしようということをメインのテーマとしましたで一番最初何をやったかというと、えー、まず、えー、各学校のですね 情報化診断これはジャイアントナを持っていられですけれどもそれをですねまずやりましたその後大学の先生に来ていただいて指導条件をいただきながら授業改善に努めていくでまた2回目2月にですね学校の情報化診断をやるというようなことを1年半ぐらいの活動の中でやってまいりましたで校内研修会の研究者の派遣ということですけれども 大学の先生方はです、ね、研究発表会だとかあるいは研究指定された学校には行きますけれども普段の普通の校内研修に来るというのはなかなか我々学校現場としても呼ぶのがハードルが高かったりだとかしていますそういう点で,です、ね、普通の校内研修に大学の先生を呼んで指導していただくというようなことをまず考えました。で平成27年度はスタートそのものもが えー、11月でしたので1校でしかできませんでしたけども、えー、学芸大学の高橋先生に来ていただいて、えー、と研究授業を見ていただいてその後の研究協議というようなことをしました。で <coughs> 昨年度の平成年28年度は小学校3校それから中学校2校合計5校の普段の校内研修に来ていただきました。 日程調整は正直言って大変でしたけれどもそれからですねそこの学校の校内研修だけじゃなくて区長県あるいは区中県の先生方にも来ていただこうということで情報部会や視聴覚部会の先生方にもその5校のですねあれに参加するというような形で参加していただきました。ただ、 もう年間行事予定が組まれた中での新しいことを入れるので結構正直言ってこの日程調整も結構大変だ,しただったんですけどもまあ情報部会の、えっと、担当の校長先生あるいは視聴覚部会の校長先生方はまあ、えー、是非や,や,やりたいと。ただやりたいと言っても ななかなか学校を越えると一つの苦悩の中でもいろいろなことがありましてですね「役所券でやると言ってもそのちゃんと会長さんの許可をもらわなしじゃないあるいは指導秘さんとあれをもらわなしちゃいけない」とかいろんなことがありましてですねなかなかこの5校を調整するのも時間がかかりました。でも最終的には普通のじっと校内研修会に他の学校の先生が入るってことはあんまりないんですね。 そういういことが実現できたのでこれはまた新しい形での校内研修会につながったのかなというふうに思っています。で講師の先生についてのアンケートですけどもこん田先生が普段の授業に来ていただけるのととてもですね感動して帰った先生方が大変多かったと思います。それから学校情報化認定ですけども これも全校で実施するということで、えー、昨年度2回やりました。で最初はですねえっ、ー、と昨年の7月にやったそれから最終的に、えー、と今年の2月にやってるんですけれどもどんな結果だったかというと、まあ、第1回の調査ではですね学校情報科有料校の候補つまりま2.0を超えるということの学校はまだ2校しかありませんでしたけれども。 1>, 1年過ぎてですね2月の段階では17校が一応2.0を超えるとまだその、えっと、有料校への申請の方は十分して,なしてないので、まあ、まだ認定はされてませんけれども、まあ、それだけこの1年間の中で、えっと、活用が進んできたのかなというふうに思います。それから ICT 研修への援助とということで、えっと 財団の方でいろいろご協力いただいた内容ですけども、まあ、墨田区ではです、ね、この間というか ICT のマネジメント研修というのをずっと行っています。これはジャイエットの持っている学校における ICT 課長のための管理職のプログラムこれをですね今年で7回目七年目にやります校長さん副校長さんそれから主管教諭 ICT リーダー1回で2時間45分のワークショップを毎年5回やっています。で、えー 先生方はです、ね、校長の管理職だった研修に出れ,なく出れないと予定が合わない場合は、えー、と他の研修でも必ず失敗で出てくださいということなのでほとんどの先生方が出るというような状態になっていてですから各学校をですね56人の先生がこのマネジメント研修を受けているというような研修を続けています。それかからままた細かいいろんな研修ももやってますけども それから ICT ののリーダーダだけの研修もやっていますで今回お願いしたのはですね ICT の21世紀型スキル研修ということでこれはインテルが持っている、えー、と研修なんですけどもでなぜ ICT っていう普通は21世紀型スキルだけでいいんでしょうけどもえっ、ー、と まだ21紀につけるのは一体何かというかその辺の定義自体もです、ね、まだきちんとしていないところがあって私たちもやる ICT をつけることによって、まあ、指導課とのあれもちょっとクリアをするということで ICT って入れてるんですけどもじゃ実際どんな研修をしているかというと管理職の対象の研修とそれから主幹教育 ICT のリーダーの研修を2本立てでやっています。で まあ問題解決スキルだとか ICT の活用スキルだとかこれを身につけるためのプロジェクト型学習というのはど,どんなのかなという研修です。で一昨年で初めてやりましたこの時はインテルが持っている CSR で実施していただきましたでこれは20万半です正直言ってで次の年どうしようかといってこれで一回やってやめてしまうのではなんとかということで二年目昨年度はですね財団のこの 研究の中で援助してていいただいて2回目が実現できました。で、今年度やっとですねこれが区で予算化されたんですね。ということはやっぱり実績を積んでこないとなかなか区としては予算化できないのでやっぱり実績を積むためにいろんな方法を考えなくちゃいけないのかなという点で昨年度財団がですねこの、えー、研修にご協力いただいたことで。 区がやっととと動いいてくれたたううよななことになりましたのでそういう面ではですね、えー、とこのスキル研修は今年度もですね1回目はえっと管理職対象のガイダンスで2時間の研修なんですけども、えー、と2回目のやつはまるまる朝9時から夕方5時までえっと1日やる研修なんですねそれを先日終わりましたけども、まあ、受講生、えっと、プロジェクターがなった学習って一回何なのかなと疑問を持ちながらでも何か やったというか学んだという意見の先生方大変多かったのでこれはやはりまあ予算化すれば区としては予算化するとやめるというまで意外と続くんですね。だから最初で導入するのがいか,いかに大変かということをですね、えー、と昨年度の財団のご協力でこの道筋ができたというふうに思います。まあこれのですね、えー、と受講者の先生方なんですけれどもまあ 参加してよかったという先生方がほとんどですのでえ、えーとまあ、これはこれなりにまた別の意味でこうつ,つ,つなげていきたいなというふうに考えています。それから実践的な面ではですねそれぞれの各学校でやっている実践をあるいは研修の中身もですね DVD に作成をして各学校に配ろうということで、えー、この3月に一応実践編のビデオとそれから研修編のビデオができました。まあ 今はこういうやつが全部自分でできるので、ただこれからうん十枚これを印刷しなきゃいけないというか、作らなくゃいけないってちょっとあの夏休みの課題がありますけれども、今はこう頼まないでもね、ここまでできてしまうので、でもこれを材料等も含めてですね、研究のプロジェクトの中でやりました。じゃあ実際どんなことかというと、実践編ですけれども、ちょっと見てください。 小学校の音楽ですけども、えーとえーとえー、とそれぞれ自分の演奏などはですね、お勉しながらお互いに感動し合うというようなことをやっています。はい。それからこれは図工ですね。この先生は自分でですね、iMovie、はい、で動画を自分で作って。 えー、版画のやり方をですねそれで説明をしてで,で作業に入ると分かんない子はこのビデオ見てで個別指導にあ、えっと、回りますですから、えっと、この先生のですね、えー、手片手にはですね iPad がぺたっとついているような感じの授業をいつもしていますそれからこれは研修編です ジロ大の原先生に2回来ていただきまして、抗菌研修の中でやっていただいたというようなことを、スマートフォンについて、最後に受講した先生方は、えっというなんか思いをしながら、しっかりしなくていけないかなというような感想でした。本目ですけれども これは学芸大学の高橋先生のえと講義ですね。まずは最初の段階では必要よりもどんどん使いましょうというような話でえと受講した先生方はすごく納得したというような感じです。でじゃあこの裏にある墨田区の ICT の整備について簡単にちょっと説明をします。 でで墨田区はん全部の教室に、えー、とプロジェクターが入っています、先生方に iPad が配られています。で、このプロジェクターはえ黒板の上にレールで動くようになっています。で、墨田区の特徴は何かというと、全部の教室に入れたんです、いわゆる美術室、音楽室、図工室、全部に入れました。はいで 普通教室だけじゃなくて特別教室に入れたということがやっぱりすごく大きいなのかなというふうに思っています。でこの間文部科学省のいろいろな調査の中でも普通教室のと乱の整備状況はどうかとか電子黒板の状況っていうようなことが出ていますけれども。 やはりは私は特別教室に入れるべきだというふうにずっと思ってまして墨田区はやはりこれを実現をしましたじゃあ実際にどんな活用になっているかというとこれは全部の教室に入れてないの,の,の時はですね、えー、と活用しない活用なしがもう6割月1回、まあ、月一回ことかはあんまり使ってないことですよねつまり80%ぐらいが、えー、と各学に21台ぐらい各学校4台ぐらいの時はこのぐらいしか活用してないんですね。 では全部の教室に入れた時にどういうふうに変わったかというとこれは小中合わせてですけども90%の人が毎日に近いぐらい大体使っていますまあ1割ぐらいの人は使うか使わないかぐらいの状況ですですからやはり常設することの重さというのはすごくあるのかなと思いますでさらにですね特別教室こと IC 式の整備をということでえ昨年の10月それから1月にですねえっと 図工や音楽の先生たち、一ヶ月間の調査をしました。どのぐらい使っているのか。これは図工、小学校の図工、音楽の、図工の先生ですね。もう、ほとんど使ってますよね。はい。じゃ、音楽の先生はどうです。もう使っているんです。やはり、音楽室に常設されていれば、スイッチを入れてすぐ使うんですよね。では、中学校はどうかということですけれども、中学校も同じようにですね。 美術はほとんどの先生が使っています音楽の先生はちょっと活用があれですけどもそれでもまあ週1回以上7割の先生方は音楽の先生たちも中学校でも使っていますですのでやはり私はまあ予算のこともあるでしょうけども特別教室に ICT を整備するということは喫緊の課題なのかなというふうに思います。はいえー、と最後でですけども三者協定の成果ととと課題ということで えまあ成果という点ではです、ね、校内研修に、ふ、え、だ、ー、の校内研修に、ね、大学の先生が来ていただきながら指導していただいたということで、授業改善のです、ね、きっかけになったのかなというふうに思います。えー、というのは、先ほどの3校もそうですけれども、あれは昨年度のです、ね、8月に全部整備したんですねで、もう9月にこの研究授業やってるんです。ですから、入ったことでもうモチベーションはすごく、この研修があったおかげで、えー、上げることができたのかなというふうに思います。 それから学校情報化認定についてはですね2回実施したことで自分の学校の立ち位置がどれ辺にいるのかどこが弱いのかどこができているのかということが、えー、各学校でこう理解できたということが大きいのかなというふうに思います。それから私たちはこのプロジェクトを通じてですね事務局として結構いろんな学校にどんどん入っていっています。ですから 今まで以上に、まあ、比較的我々入ってるんですけど今まで以上にです、ね、あの入ることができてるのかなというふうに思います、まあ、課題とするとです、ね、情報化認定でもまだ、えっと、16校以外は2.0いってないのでその辺のサポートをどうするかということと、まあ、3者協定によってです、ね、事務局の体制の在り方というか、えー、私たちは今整備する側におりますけどもやっぱり指導する側と共同しながら連携をしながらやっていかなきゃいけない。まあ と週1回です、ね、私と係長とそれから志蔵主事の3人のですね、えっと、連携はずっとやってるんですけどもも,もっともっとですねその辺の連携を踏まえながらですねやっていくっていうことがです、ね、この三者協定の中で、えー、身にしみたと。 いいう,うな感じがいたしますそういう意味で,です、ね、このプロジェクトの1年半の活動の中で学校にいろいろ入ることができましたしそれぞれの学校も自分の学校の、ね、ICT の状況についてを理解するようなことができたのかなというふうに思っていますさらにです、ね、活用を進めるために事務局としてです、ね、頑張っていきたいなというふうに思います。